ごきげんよう皆さん。今回は19年10月18日にお届けしたお話、地獄行きの続きです。どんなお話だったっけ？死んだ後死神さんに地獄行きって言われたけど、地獄に行かない代わりに厳しい環境の中で寿命まで生き抜くっていう約束をした男の子の話よ。見てない人は見てね。さて、坂本くんはどんな人生を送ったでしょう。こんなお話はどう？地獄行き2。どうもお久しぶりです。私はこうやって坂本くんの様子を見守ってる死神。彼は今はアランという男の子です。ほら、あの子ですよ。行ってきます。アランは今13歳。妹のリーシャと一緒に仕事に行きます。ゴミを拾い、それをお金に換えるのです。周りの子供たちも同じような暮らしぶりで、アランは家計を支える家族の一員として誇りを持って仕事をしていました。今日はたくさんお金になった。お母さんたち喜んでくれるぞ。仕事から帰ってきたアランは友達と遊んでいました。妹、優しい母と祖母、そして明るい友達に囲まれて貧しくても強く暮らしていたのです。でも本当はいつか学校に行っていっぱい勉強したい、そして会社っていうところで働く人になりたい。そしたらもっとお金がもらえて家族を助けてあげられるのに。アランの夢は学校へ行くことでした。しかしその夢は叶いませんでした。近隣の村で起きていた紛争がアランの住む村にも忍び寄っていました。ある日突然爆撃を受けて村は戦火に包まれてしまいます。その時ゴミを拾っていたアランはリーシャと共に逃げました。リーシャ来い。必死で逃げ回る村人たち。火が収まり、やっとの思いで家までたどり着きましたが、家は跡形もなくなっていました。そんな、お母さん、おばあちゃん。どこにも見当たらない家族。アランはリーシャを連れて瓦礫と化した村を歩きます。疲れ果て落ちていたボロ布をかぶり寝ていると、いつの間にか一緒に寝ていたはずのリーシャがいなくなっていました。リーシャ、どこへ行ったんだ。丸一日歩き回ったアランがやっと見つけたのはリーシャの片っぽの靴でした。この辺りに女の子を狙った人身売買の男が徘徊しているという話を聞きました。おそらくリーシャも連れ去られたのでしょう。すべて失ったアランは気が狂いそうでした。どうしてこんなひどいことをするんだ。妹は絶対に見つけてやる。妹を探して旅を続けます。あてもない道のりを物乞いしたり狩りをしながら過酷な旅を続けました。頑張れアラン。リーシャ、絶対見つける。アラン、奴隷市があるという噂を聞いて3ヶ月かけてこの町にやってきました。道端で奴隷として売られていた女の子たち、その中にうつろな目をした妹がいました。やっと見つけた。リーシャ、兄ちゃんだ、わかるか。ボロボロの服を着た妹。再会を果たしたと思った瞬間、奴隷商人がやってきます。なんだお前、こいつの兄弟か。ちょうどいい、どうせ親もいないんだろ、うちで使ってやる。男はアランを捕まえようとします。とっさにアランは日頃狩りや料理に使っているナイフを出して男を刺そうとしました。でも大人の力にはかなわず。このガキ。アランは怒った男にひどく殴られ、蹴られ続け。ああ、もうダメだ、リーシャ。お兄ちゃん。13歳でその生涯を終えます。うん、坂本くん、おかえり。誰ですか。思い出して、アラン、元い坂本くん。ああ、死神さんか。お久しぶりです。短い人生だったけどすごく頑張ったね。ああ、僕
リーシャを助けられなかった。つらかったわね。とりあえずリーシャはこれから奴隷として買われる。そして隙をついて逃げられるわ。まあその後も大まかな予定がいろいろあるんだけど、それは彼女の人生だから君にはどうしようもない。お母さんたちは？爆撃のすぐ後からもう天国にいるわよ。じゃあ成仏して会いに行く？会いたい。でも。でも？僕まだやりたいことがあります。何？アランやリーシャみたいな人たちを助けたいなって。奴隷なんていなくて、みんなお腹いっぱい食べれて、学校にも行けて、そうなるような手伝いがしたい。ほえー、素晴らしい。できますか？ちょっとプランを練ってからやってみる？はい。話し合った結果、助ける立場を取りやすいだろうということで、次の行き先には裕福な国が選ばれた。行ってらっしゃい、坂本くん。見守ってる。はい。幸運を祈るわ。おにゃ。なんて可愛いの。私に抱かせてちょうだい。よかった、無事に生まれて。はじめまして、ミクおばあちゃんですよ。はい、おしまい。それにしてもまたすぐ坂本くんは行ってしまいましたね。なかなか根性あるよね。最初はあんなヘタレだったのに。ミクばあちゃんは坂本くんを可愛がるし、彼もおばあちゃん子になるだろうな。いつか二人恋人同士に転生できたらいいね。輪廻転生、本当にドラマチックですね。死神さん、お茶しながら今夜は恋バナでもいかが？いいね。話のネタ多すぎて話し終わるまで100年かかっちゃうかもよ。おっと、もう少し手短にお願いします。おやすみ花子。皆さんも良い根性を。お母さん、コックリさんって知ってる？もちろん知ってるわ。コックリさんは日本に古くからある遊びだけど、最近悪魔を呼び出すチャーリーゲームっていうのも流行っているみたいね。霊や悪魔に質問する占いみたいな遊びだけど、どうして？友達から聞いたの。やってみたいなって思って。目に見えないだけで本当は怖いお化けが寄ってきててもいいの？怖いの大好き。そのままもしお家に帰ってこれなくなってもいいの？それは嫌だな。でしょ？じゃあお母さんがお話ししてあげるから我慢しなさい。今夜はどんなお話？花子、面白怖いコックリさんのお話はどう？閲覧注意じゃないコックリさん。これは高校2年生の少年たちが経験したかもしれない怖い話です。なあ、放課後遊ぼうぜ。いいよ、何する？僕たち高校の悪友3人組、いつも同じような遊び方をしているので正直マンネリ化していた。カラオケはこの前行ったしな。家でゲームもいまいちな。おい、コックリさんやらねえ？高校生にもなってマジか。え、そういうのやっちゃう？都市伝説の怖いもの見たさだった。僕たち全員が今までコックリさんをやったことがなかったので、興味本位からそのアイデアに乗っかってしまった。この後に恐怖が待っていると知らずに、僕たちはネットでコックリさんのやり方を検索して、放課後の教室でワイワイと準備を進めていった。コックリさんするときに用意するものがあるよね。紙に何か書かないといけないよね。ちゃんと注意点だけはチェックしとかないとな。友人 A は用心深く正しいやり方を熱心に読んでいた。よし、始めよう。紙の準備が整い、俺たちは10円玉に指を乗せた。どうやるんだ A？ まず来てもらうんだよ。こう言うんだ。コックリさん、コックリさん、おいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。僕たちはネットに書いてあった手順でコックリさんを呼んだ。みんな半信半疑で10円玉に指を置いたまま、
コックリさんが来るのをしばらく待った。すると十円玉が灰へ動いたのだ。これお前たちが動かしてるんじゃないの？嘘だろ。そんなことしてないよ。僕たちは興奮していろんな質問をした。好きな女の子が自分に気があるかとか、将来の夢は叶うかとか、この中で一番最初に彼女ができるのは誰かとか。みんなゲームとして楽しんでいるようだった。しかし突然それは起きた。初めてのコックリさんでルールをよく読まなかった友人 B が脈絡もなくいきなり10円玉から指を離してしまった。バカ、ちゃんと終わってないのに指を離したらダメなんだぞ。え、そうなの？ごめんごめん。慌てて友人 B は指を戻した。途端に僕は怖くなってきて、そろそろやめる？僕が聞くと二人とも同意した。ちゃんとコックリさんに帰ってもらってから指を離すんだぞ。コックリさん、コックリさん、お帰りください。この後十円玉は灰に移動して鳥居のマークに戻れば終了らしいけど、十円玉がピタリと動かなくなってしまった。え、どういうこと？動かなくなったぞ。さっきまで順調に動いていた十円玉がうんともすんとも動かなくなってしまった。お前が指を離すからだぞ。だって、僕たちはうろたえた。こんなにうろたえるってことはみんなズルして自分で10円を操っていなかった証拠なんだろう。どうしよう。このままでは僕たちは10円玉から指を離せない。つまり終わらない限りいつまで経っても帰れない。僕たちは祈るように、コックリさん、コックリさん、どうぞお帰りくださいと繰り返した。するとまた10円玉が磁石に惹かれるように動き始めた。と同時に、もう僕たち以外には誰もいないはずの廊下から誰かの足音が近づいてくるのが聞こえた。コツコツコツ。十円玉が文字を示す。コツコツコツ。僕たちは寒気と冷や汗が止まらない。青ざめた顔で誰も十円玉から指を離そうとしない。僕たちは十円玉が示す文字にガタガタ震え出した。近づいてくる正気を感じない足音。そして十円玉はまだ止まらない。ついに十円玉はあるひらがなのところで止まった。コロスケ。振り向くとそこにコロスケが立っていた。放課後にいつまで残ってるなりか。もう帰るなりよ。なんだ、コロスケのことだったのか。まったく、ヒヤヒヤしたぜ。あら、コロスケちゃんかわいい。まさかのコロスケでしたね。全然怖くないコックリさんのお話はいかがでしたか？その後少年たちは無事にお家に帰りましたとさ。でも、コックリさんが帰ってくれないというケースが本当にあるそうですよ。10円玉から指を離して霊に取り憑かれてしまったという話もあるので、皆さんもご注意を。おやすみ花子。そして皆さんも良い悪夢を。